あーきついね、骨折者を運ぶのはきついね。あ、暑い。ただ暑くなってきたな。うん、暑い。だね。今日またあそこのトイレでおしっこしよう。暗いから気をつけて寝ると。ね。まだ2時なのに、2時、まあ、3時ぐらいか。一番明るい時間帯なのに、ね。おっと。ここでネットは繋がる？やっぱ繋がんねえな、ここも。曇り空じゃなくて雨雲だから余計暗くなっちゃうじゃん。ああ、そういうこと、うん。うん、やっぱ繋がんない、ここも。一瞬広く光とかさして時間帯あったのに。あー、あったね。なんかあれなんか上に張り手にみたいな。そうそう。つかの間の。はい、よし、これは右から行こう。ちょっと岩は怖い。あれもう死ぬよ。おっ、気をつけてこれ。うん、これは右が右のがいいと思うこれ。うん。腹の調子がいい、万全な体力でもう一回チャレンジはすぐ2つあるけど。いやーあれきついよ。でもなんかね、あそこ挫折するんだよ、あの山。長いもん。でも景色いいけどね、富士山見えるし。うん。まあね、うん、ちょいちょいネットのつながりを見て、ここもやっぱつながらないね、うん、なぜかメルカリの更新で調べるし、これあぶねえ、あぶねえ。ちょっと暗くて見づらいの。そうなんだよ。油断できないよ、ここも。暗っ。ヘッドライトつけようかなって気になってきた。機嫌もいいとは思うけど、ただ早く降りたい。あ、使わせないよ。ここね。まだね。時間こうなんで。まあね。うん、ここもやっぱつながらない。いい音。かろうじてつながってるか。南小屋とか行こうとしなくてよかった。うん。今日はもうまっすぐ降りた方がいい。天気が天気だからね。そうなんですよ。一日中なんか曇りとか雨降らない時だったら全然早く行ってれば行きたいなっていう。ね。うわー、ここ暗、今日、ね。先週明るかったのに。よいしょ。手出すか。怖いなこれ。じゃあまあ一応もらってた。うん。いや油断できないよマジで。そうだけ避けたくないんで。うん。これ何でもないとこが一番怖いからね。っていうのは。すごい。ちょっとちょっ
ふう、うん、ここは一切繋がんない。やっぱこの辺は繋がんねえんだ、生い茂ってるから。うん、ちょっとすごい。あ、これ上から下まで、これが好きなの。まあね、どうぞ。うん、よし、じゃあ行くぞ。ありだね。あれね、ダイソーで売ってた。ほうほうほう。ビットロックバージョンだから、持ち運びにこう、あれでいいんだ。よし。お、油断できねえ。油断できねえなことできたぞ。あ、そっちから行けよ、こっち。そうだね、そっちから行くのが正解だ。ある、あるけど、まあね。おお、ここまで来たね。ここまで来たら、あとはそろそろどこ降りたらいいのゾーンが出てくるはず。どうぞ。ん？嘘。全然俺わかんねえんだけど。いやね、この辺もやっぱネットは繋がらないね。まあ、そうだね。うん。この川綺麗だな。ね。へぇー。他の山もなんか我々に合ってる感じするな。うん。あ、でもないか。いや、あると思うよ。なんか近隣で合うね。うん。8、2、おっと、8ね。うん、あ、腹減ったよ。来た、どこ降りたらいいのゾーン。うん、これ見るか。あー、綺麗。ここは見たくなるね。足の裏洗っちゃう。あ、結構泥取れてる。